これが、あれ、どう見てる？これが今は見てください。これがウェッジブリアニ。これが。とっても美味しいです。はい、皆さん、こんばんは。お元気ですか？はい。私はインドの日本語のガイド、クルディ・ディクシトと申しますね。いろいろお話がいろんなビデオで出てますけど、今日は皆様にちょっと話したいのは、インドの高名の料理ですね。ライスフードでございます。インドの方にはライスは結構よく食べておりますね。インド全国、北、東、西、南の方に米がよく取れております。いろいろ料理を作りますね。インドの中には一番有名な料理は米と一緒にカレーライスでございまして、カレーライスは結構皆さん豆のカレー、横豆のカレー、豆の天ぷらカレー、あとはちょっとノンベジの方々が食べたい方は卵カレー、チーズカレー、マタンカレーと一緒にもご飯がよく食べますね。そう、特にもともと名前がビリヤニという名前で人気ですね。ビリヤニとっても美味しいですよ。ビリヤニの量は結構本当いろいろありますね。ベジテーブル、ベジュビリヤニ、チキンビリヤニ、マタンビリヤニ、卵ビリヤニ、ヨーグルトビリヤニ、サフランビリヤニ、まあいろいろございますね。そう、大体もし北インドの方に来ると、ちょっとサフランライスとか、あとサフランビリヤニはよく食べますね。それはヨーグルトと一緒にもよく食べます。西インド、ベンガル州の方に行くと、向こうでは魚カレーと一緒にご飯がよく食べます。南インド、カルナタカ州、オリッシャ州とか、あとはアンダプラデシュ州の方には結構マトンビリヤニ、チキンビリヤニがよく食べますね。とっても美味しいですね。そう、今日は私の家で奥さんが結構美味しいベッジビリヤニを作りましたから、それは今ちょっと味見します。はい、お願いします。はい、皆さん、これが私の家で作ったベッジビリヤニでございますね。それと一緒にこれがヨーグルトがあります。ベッジビリヤニの中にいろいろ野菜、グリーンピースとかキャベツとかジャガイモとかトマトとか、いろいろ香辛料と一緒に入ってるご飯が入ってる、これが作りますね。同じようにいろんなところどころでよくいろんな方法でこれ作りますから、とっても美味しいですね。そう、特にこれは朝昼晩いつでも召し上がることができます。そう、ちょっと今はちょっと食べてみます。どうですか味今。はい、見てください。これが、あれ、どう見てる？これが今は見てください。これがウェッジビリヤニ。これがとっても美味しいです。これはヨーグルトを混ぜてよく食べますから、とっても美味しいですね。皆さん、ぜひインドへ来るとき、インドでいろんな米の料理、南インドのカーデライスとか、アンダプラデシュ州のビリヤニとか、西ベンガル州の魚カレーとご飯とか、あとは北インドのベジビリヤニとか、いろいろ召し上がってください。とっても美味しいです。はい、どうもありがとうございます。すいません、コロナのワクチンが私はされました。それはちょっと2回されましたよ。2回終わったんですね。はい、ご家族の皆さん、みんなですか？ご家族でちょっと45歳の上の方々がみんなやったんでしょうけど、まだ18歳の上はまだやってないですね。